平賀朝雅とはどんな人？実朝を殺し四代将軍を狙う時政&陸の切り札。鎌倉時代に詳しい人でない限り、平賀朝雅の名前にピンとくる人は少ないかもしれません。大半の人は平賀といえばエレキテルや土用丑の日で有名な平賀源内を連想するでしょう。しかし平賀朝雅こそは鎌倉時代のコウモリ野郎、比企と北条の間をうまく飛び回り征夷大将軍の地位を狙った男なのです。源義朝の信任厚い源義信の次男、平賀朝雅は河内源氏新羅三郎義満の子孫です。しかし平賀朝雅の話から始めてもどうして彼が鎌倉幕府の重鎮なのかわからないと思うので、少し時間を遡り朝雅の父源義信の話から始めます。朝雅の父源義信は信濃の国佐久郡平賀郷を本拠地とする源氏で、平治の乱では源義朝に味方して戦いました。負け戦になった三条河原の戦いで義信は奮戦、その戦いぶりを義朝に褒められ、なんとか生かせて逃がせと義朝は老頭に命じています。この後義信は七期で落ちていく義朝老頭の一人となり、義朝の死を知ると逃亡、本拠地信濃の佐久郷に戻りました。源義信は平家全盛の時代を生き延び、治承4年1180年、信濃源氏の源義仲が挙兵するとこれに従い、作党と呼ばれた軍団を率いて奮戦、平家方の城助元を横田河原の戦いで撃破します。しかし義仲が上洛を果たして軍団の統制を失い、また平家に大敗して後白河法皇の支持を失うと、義信は義仲に見切りをつけ、鎌倉に地盤を築いた義朝の遺児頼朝に味方し、義仲討伐平家討伐に従軍して手柄を立てます。北条氏を超える御家人筆頭、頼朝は父の義朝が信じた源義信を変わらず信じ重んじました。元暦元年1184年3月、義信の長男大内惟吉が伊賀の国守護に任じられ、義信も頼朝の推挙により武蔵の神に任官、以後全盛を敷いて国司の模範とされます。文治元年1185年には惟吉が隣国相模の神となり、幕府中核の二国を府市で統治。同年小長寿院で行われた源義朝の遺骨埋葬においては、義信と惟吉、そして源義高の遺児頼高の3人のみが遺骨の近くにはべることを許され、源氏文様一門として御家人筆頭の座を占めました。義信は頼朝の乳母比企尼の三女を妻とし、二代将軍源頼家の乳母にも選ばれるなど、頼朝死後も源氏一門の重鎮でした。義信より上座を占めたことがあるのは源頼政の子の源頼兼のみで、同じく河内源氏である源範頼も足利義兼も北条時政も常に義信の下座でした。鎌倉殿の13人では描写されませんでしたが、源義信は家格において頼朝に次ぐ名家として扱われていたのです。比企氏とも北条とも関係が近い朝雅。さて平賀朝雅の話に戻ります。朝雅は時期不明ですが、父や兄の後を継いで武蔵の神に任命されました。また朝雅は比企の尼の三女の子でしたが、北条時政の娘もめとり、鎌倉幕府の二大勢力比企氏と北条氏に強いコネクションを作ることに成功します。建仁3年1203年、二代将軍源頼家の危篤により発生した比企能員の乱では、朝雅は北条氏の側に立って参戦し見事に生き残ります。その後頼家が健康を取り戻し、北条氏討伐の命令を下すと、時政は頼家を将軍の座から引き下ろし伊豆に追放して殺害、北条政子を母とする源実朝を三代将軍に就任させました。この時朝雅は京都の反鎌倉勢力を監視するため軍勢を与えられ、京都守護として派遣されます。これは朝雅が北条時政と牧の方に深く信じられている証でした。平家残党の反乱を鎮め、後鳥羽上皇にも気に入られる。同年12月、幕府の動揺に乗じ伊勢の国と伊賀の国で平家残党の反乱が起きます。伊賀守護は母が頼朝の乳母であった山の内須藤常俊でしたが、鎮圧に失敗して逃亡、そして朝雅に鎮圧が命じられ、朝雅は見事にこれを鎮めました。
この功績で朝雅は伊賀と伊勢2カ国の守護に任じられ、後鳥羽上皇にも信頼され、院近臣としても使えます。朝雅は鎌倉と京都2つの勢力とつながったのです。武蔵の支配をめぐり畠山重忠と衝突。建仁3年1204年11月、三代将軍実朝の正室を迎えるため、朝雅は朝廷や公家と折衝。この時正室を迎えるべく上洛した武蔵の御家人畠山重康と朝雅の間で口論が起きました。口論は周囲の取りなしで収まりますが、翌元久2年1205年6月、先の口論に端を発した畠山重忠の乱が起こり、畠山重忠、重康氏が謀反の疑いで北条時政に討伐されます。鎌倉幕府の歴史書吾妻鏡では、頼政が重康との口論を妻の母牧の方に訴え、牧の方が夫の北条時政に畠山親子に謀反の疑いがあるとそそのかしたのが畠山重忠の乱の契機とされます。もともと畠山氏は武蔵の最有力御家人で、武蔵の国の国司平賀朝雅とは因縁が深く、朝雅の舅で幕府の実権を握っていた時政は朝雅の後見人として武蔵の国の行政権を握り、畠山重忠と対立する関係になっています。つまり北条時政は武蔵の国を握るため畠山重忠を謀反人に仕立て排除した構図ですが、この畠山重忠もまた北条時政の娘を嫁に迎えているので骨肉の争いでした。しかしこの時時政の息子である北条義時と時房は畠山討伐に反対したものの、時政に押し切られ不満を持ち、北条家内部に亀裂が生じました。ここには時政の先妻の子である義時や時房、政子の北条勢力 A と時政の後妻牧の方が担ぐ平賀朝雅を支持する時政などの北条勢力 B との主導権をめぐる対立もあったのです。牧氏の乱で四代将軍を狙うも失敗。元久2年1205年7月、時政と牧の方は義時と政子が握る将軍実朝を殺し、娘婿である朝雅を四代将軍として擁立しようとします。平賀家は鎌倉殿に次ぐ家柄であり、その資格は十分にありました。しかし義時と政子はこれを察知、先手を打って実朝を時政の屋敷から義時の屋敷に移していました。将軍を奪われたことで時政の求心力は低下、すでに無実の畠山重忠を誅殺していたことで御家人の心は時政から離れていて、兵は時政に集まりませんでした。失敗を悟った時政は即日出家、教準の態度を示し伊豆に流されます。山科まで逃げて諦め自害。時政が失脚すると、当時京都守護を兼ねていた朝雅は8月2日に京都で幕府の実権を握った北条政子、義時の命を受けた山内須藤道元によって殺されたとされます。四代将軍に野心を見せた朝雅の会えない最後でした。一方京都サイドの記録である藤原の定家の明月記や慈円の愚管抄によると、内容はもう少し詳しくなります。それらによれば、北条時政が失脚すると在京の武士に朝雅を討てと実朝から命令が下り、六角東の東院にあった朝雅の家を武士が取り巻いて矢を放ちます。朝雅は計画失敗を知り、しばらく応戦した後で屋敷に火を放ち大津の方へ落ちていきました。この時幕府はわざと退路を開けて朝雅を落ち延びさせようとしたようです。ただ情報は錯綜していて、朝雅は山科まで逃げたものの、蜂起の国守護金持ちという御家人が執拗に追ってきたので、いよいよ進退極まり縄目の恥を受ける前に自害したとされます。日本史ライター川嘘の独り言。今回は鎌倉殿の13人でも登場する河内源氏の血を引くうさんくさい男、平賀朝雅を解説しました。朝雅は武芸に優れるだけでなく、政治的なバランスを読む能力もあり、比企と北条の争いでは北条を選び、さらに畠山重忠を葬って武蔵の国での影響力を強めました。ところが牧の方の娘を妻にしたことで時政と一蓮托生状態となり、四代将軍に押された上に実朝暗殺計画が失敗し、時政は失脚、自身は遠く京都で自害する羽目に陥っています。このあたりドラマではどう演じられるのか楽しみですね。